どうもシュートです。さあ今回は3月24日木曜日登場の週刊 FP の当たり選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ投票 FP も来るんじゃないかと言われてましたけれども、普通の週刊もなく今週もまた CL だけでしたね。まあちょっとそこは悲しいですけれども、まあ評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、まあくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺ご理解ください。それでは11位から見ていきましょう。はい、まず11位ですね、セルジュ・オーリエ選手ということで、攻撃的サイドバックの選手ですね。まあこの選手に関してじゃあレベルマスコチ93しかいかないですし、なんか特に能力目立つところもなく、足元系の能力もそんなになくて、足の速さもまあ攻撃的サイドバックってことを考えてもそんなに高くはないですよね。まあさすがに現環境では使えないかなと。左サイドバックもできるところとかはすごく魅力的なんですが、まあ能力とかスキルとか考えてもまあ今は使わないかなっていう感じの選手ですね。はい、では次10位ですね、セバスティアン・コアテス選手ということで、ビルドアップのセンターバックですね。まあこの選手に関しても現環境では使いにくいセンターバックとなってますかね。まあ足元系の能力もそんなになく、スピード瞬発力75-67ということで、まあかなり裏取られそうな感じはしますね。まあフィジカルコンタクトが完走してたり、ディフェンスセンスが96あるっていうところはまあいいかなと思うんですが、まあそれ以外が若干弱すぎるかなっていうところがあるので、身長の高さとかそこも魅力なんですが、まあ今回は10位ぐらいでいいんかなと思いますね。まあ僕は当たってもライブアップで A でもさすがにセンターバックとしては使わないかなと思います。はい、じゃあ次9位ですね、オブラク選手ということで、守備的ゴールキーパーの選手ですね。まあこの選手に関してはまあ毎度言う通り、やっぱ身長が188cmしかないので、まあ現実だったら全然でかいんですけれども、ウイレ的にはちょっと身長物足りないんですよね。やっぱゴールキーパーだったら195前後ぐらいは欲しいかなと思うので、まあ190切ってるオブラックはちょっと現環境では厳しいかなと思いますね。まあ、身長低い選手っていうのは近い距離とか結構止めるの上手いかなと思うんですけど、ミドルとかね、根幹にめちゃくちゃ弱いんで、そこが総合的なセービング力につながってきて結果失点増えてるみたいなことが多いんですよね。まあゴールキーパー能力とかジャンプの数値とかすごくいいんですが、まあ身長だけが物足りない選手かなと思います。はい、じゃあ次8位ですね、フェルナンジーニョ選手ということで、ハードプレスの DMF の選手ですね。まあこの選手初めて FP で登場しましたかね、2021で。まあ能力的にはそこそこバランス取れてはいるんですが、やっぱスピシュ順が物足りないですよね。77-77ということで、まあ中盤の選手やっぱ B 固定で、ビエラとかいい選手結構いますし、ここ77だとね、たとえ A でもちょっと使いにくさは感じてしまうのかなと思いますし、まあフィジコンボディコンも85を惜しくも乗せない、スタミナ91はまあ最低限で、守備能力はまあ結構高めと、逆足23のコンディション程度6で、まあスキルはそこそこ優秀ですね。ライジングとかワンパ低弾道ロブ、あとはマンマークインターセプトとか闘争心も持ってると。まあやっぱスピシュンがもうちょっとあったら全然使えるのになっていう感じですね。パスとかドリブルはまあそこそこ CMF とか DMF 器用だったら全然使えると思うので、やっぱもう少しだけスピシュンが欲しかったかなと思いますね。もうその言葉につきます。はい、じゃあ次7位ですね、アレックス・グリマルド選手ということで、攻撃的サイドバックの左サイドバックの選手ですね。まあこの選手に関してはまあまあそこそこやれるのかなとは思いますが、やっぱ身長の低さは若干気になるかな。まああとフィジコンの低さね、この2つ低いとどうしてもね競り合いとか結構負けてしまうので、サイドバックで使う分にそれはちょっとどうなんかとも思いますが、まあ5バックとかだったら案外気にならないかもしれないですね。足元能力高いし、パスもそこそこ上手くて、スピシュンも95-94といいですね。まあ、カーブ97も結構高いので、まあいいクロス上げれるかなとも思いますし、まあスタミナも95あると、もう本当に攻撃要因ですね。クロスバンバン上げるっていう人だったらサイドバックで、まあライブアップで B とか A の集だったらワンチャン使えるかなって感じですね。まあ全体的に全然バランスの取れた能力はしてるのかなと思います。はい、じゃあ次6位ですね、モドリッチ選手ということで、プレイメーカーの CMF の選手ですね。まあこの選手に関してもさっきの選手と一緒なんですが、身長172cmっていうところと、肘この低さがまあどうしても CMF とかで使うのでは気になるかなと思うんですが、まあやっぱ足元系の能力とかパスの上手さっていうのはもうズバ抜けて高いかなと。 CMF でも本当にトップクラスですね。まああとは決定力もう少し上げてほしいなっていうのもありますし、スピード瞬発力もね79-83ということで、まあトップクラスと比べるとどうしても物足りないですよね。まあ無理してこの選手中盤とかで使うのはないかなと思いますが、やっぱ好きな人とかも多いと思うんで、まあそういう人にとってはドリブルとかパスはね非常にうまいと思うので、まあ全然 B とか A なら使っていってもいいんじゃないかなと思います。まあスキルもかなり優秀で、ダブルタッチ確定で出せたり、ミドルライジング、あとはワンパスルパとかアウトスピンとかインターセプトとかも持ってるということで、まあ本当に使い方によっては優秀だとは思いますが、まあ2ボランチとかの CMF 一角には任せられないかな。4-3-1-2とかの CMF だったらまあワンチャンいいかなと。まあスタミナ低いんでそれもきついとは思いますが、まあガチ勢には向かないですけれども、モドリッチ好きならまあまあ使っていいんじゃないかなっていう能力で
ですね。はい、じゃあ次5位ですね。クリスティアン・プリシッチ選手ということで、身長172センチのウィングストライカーということで、まあスーパーサブの選手ですね。やっぱズバ抜けていいのはスピシュンの高さとか、まあドリブル系の能力かな。まあそれ以外は普通で、オフェンスセンス7上がりで91とかはまあ結構いいですかね。まあ決定力も88となってて、キック力もう少し欲しいですね。でまあジャンプ94でボディコン99。まあこの選手も身長とフィジカルが低いんで、あまり横から当たられたりしたらボールは失っちゃうかなと思うんですけど、ボディコン高いんで、まあそこそこの背負い能力はあるかもしれないですね。まあ OMF としてスーパーサブで使っていくには結構いいんじゃないかな。まあ軸足当てついちゃってるんでダブルタッチ確定では出せないんですが、まあ今回のプリシッチワンタッチシュートもついたので、まあよりスーパーサブとして使いやすくなってるんじゃないかなと思います。まあ OMF のスーパーサブで言ったらサネとか結構いい選手は他にもいるんですが、まあライブアップで B とかだったら、まあプリシッチ入れてもいいかなと思いますね。はい、じゃあ次4位ですね。ミラン・シュクリニアル選手ということで、ハードプレスのセンターバックですね。まあこの選手に関しては身長188センチということで、まあ身長の面はかなりクリアしてるかなと思います。ただまあ足元級の能力は他のセンターバックと比べてもそんなにないですよね。ドリブル74とかボールキープ78ってぶっちゃけ低いんで、まあスピシュンも環境トップの選手と比べるとどうしても物足りなさは感じますし、ボディコンも78とね、やっぱその辺は低いんですけれども、やっぱフィジコン97とディフェンスセンス99、ボールダッシュ96、アグレッシブネス99ということで、結局フィジコンとかディフェンス系の能力っていう重要なところがねめちゃくちゃ高いので、まあライブアップで B とか A だったら全然ガチスカで使えるセンターバックなのかなと。インターセプトも今回スキル追加でつきましたし、まあ全然即戦力になってくれるんじゃないかなと思いますね。まあスピシュンとか高くて体強いハードプレスって言ったらやっぱりルディガーが僕は一番に思い浮かんでくるんですが、まあルディガーが D とかだったら、まあこっちのシュクリニアル使ってもいいかなって感じですね。はい、じゃあ次3位ですね。レバンドフスキ選手ということで、まあラインブレーカーの CF の選手ですね。まあまたレベマソゴチ99ということで100には届かなかったですが、まあ100ってやっぱ難しいんでね、まあ99でも十分高い能力はしてます。でまあ最近登場してたレバンドフスキと比べても、前回はね確かオフェンスセンスとか決定力もともとカンストするのにもかかわらず上がってたので、ぶっちゃけ FP じゃなくてもいいようなレバンドフスキだったんですけれども、今回のはグランダーパスと瞬発力とキック力が上がってるので、まあ FP の恩恵は受けれてるのかなと思いますね。まあオフェンスセンスとか決定力は相変わらずカンストしてて、まあドリブル系の能力まあそこそこ高いですね。まあグラッパ84までいったっていうのもでかいですし、ヘディングも94あると。でスピシュン9085ということで、瞬発力が緑乗せてきたのは結構でかいですね。ここ若干レバンドフスキの使用感変わってくるポイントかもしれないので、今回のレバンドフスキに関してはちょっと注目したいですね。キック力98もあって、フィジコン90のボディコン85ということで、まあここの2つの能力は本当圧巻なので、なんで使用感がそんなに良くないんかが分かんないんですよね。まあ僕もね A の時しか使わないぐらいあんまりレバンドフスキ好きじゃないんですが、フィジコンボディコンは圧倒的ですからね。まあ瞬発力が6上がって85乗せたんで、ちょっと今回はマジで使ってみたいですね。で逆足頻度精度は33で、コンディション精度8で、まあスキルで言えばミドルライジングとワンタッチシュートあたりが優秀かな。他はあんまりいらないかなっていうスキル多いですね。まあこれでね、もしスキル追加とか空いててダブルタッチとかつけれたらマジでバケモン級なんでしょうけど、個人的には本当に今回の週刊 FP のレバンドスキは結構優秀なんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ次2位ですね。カリム・ベンゼマ選手ということで、まあラインブレーカーだった選手がポストプレイヤーになりましたね、中型アップデで。まあラインブレーカーで欲しかった人も多いとは思いますが、まあポストプレイヤーでも十分強そうですね。まあオフェンスセンスカンスト、あとは決定力もカンストで、ボルコン96、ドリブル91、ボールキープ93ということで、この選手ね、コネコネ持つためを作るドリブル非常にしやすいんですよね。でそこからグランダーパス88でスルーパスも持ってるんで、めちゃくちゃパス上手いんですよね。やっぱ今までのラインブレーカーでも結構アシスト量産できるタイプだったので、今回ポストプレイヤーになって、まあ ST とかだったら無印で使えますし、まあ今までのラインブレーカーのベンゼマと差別化を図れてるんじゃないかなと思います。まあスピシュン84、85ということで、瞬発6上がりもかなりでかいですね。でキック力91あって、フィジコンも88あると。まあボディコン79しかないんで、そこはちょっともったいないんですが、そんなに使いにくさベンゼマ使ってて感じたことはないので、まあボディコン低くても大丈夫でしょう。まあただ中型アップデでチェイシングが消えちゃったので、まあ自己ラセ力に関してはライブレの方の以前のベンゼマの方があるんじゃないかなと思いますね。まあスルーパス以外にもドロップシュートであったりワンタッチシュートとか、まあそこそこ優秀なスキルも多いですね。まあ本当はレバンドスキー2位にしたいぐらいなんですけれども、どうしてもね使用感が僕的にはあんまり好きじゃなかったので、まあプレイスタイルも変わったし、レベマソゴチも99になった記念ということで、まあ個人的には使用感ベンゼマの方が好きですし、まあ今回は2位にさせていただいたっていう感じですね。はい、ではラスト1位ですね。皆さん待望のヌネス選手ということで、ラインブレーカーのスーパーサブの選手ですね。まあ最近ライブアップで A が多くて、まあ通常銀玉でもかなり注目されてたこの選手なんですが、まあようやく FP で登場してくれましたね。まあこの選手どこが強いんかって言ったら、もう身体能力面ですね。スピシュン96、95でフィジコン96でボディコン86ということで、まあなかなかぶっ壊れてる能力はしてますね。まあ上から見ていきますと、オフェンスセンス88でボ
ボルコンドリブル、ボールキープが86、87、82ということで、まあ、この辺はそんな高くないですよね。グランダーパスも84で、フライパス76で、決定力8上がりの91はいいですね。で、ヘディング8上がりの94もいいですし、やっぱスピシュンめちゃくちゃ高いね。で、キック力91っていうところも良くて、ジャンプも8上がりの94。まあ、クロスゲーとか結構する方にとってはヌネス結構いいんじゃないかな。まあ、ジャンプとヘディング上がるのはちょっともったいなかったですね。どうせなら瞬発力とオフェンスセンスあたりに振って欲しかったかなとは思いますが、まあ、フィジコンとかボディコンに関してはもう十分すぎるぐらい高いですし、スタミナも96あると。まあ、アグレッシブネス97あるんで、スーパーサブで突入、まあ、アグレッシブネスも97あるので、スーパーサブで途中出場して、ガンガン事故らせていくことも可能と。で、まあ、その身体能力面だけでなく、優秀なのがね、スキルなんですよね。スーパーサブの他にダブルタッチ、根幹、ミドル、ドロップ、ワンタッチシュートを持ってるということで、まあ、本当に優秀ですね。まあ、おすすめスキル追加、ワンタッチパスって書いてますけれども、まあ、ワンパでもスルーパスでも、ライジングとかでも、まあ、結構幅広く強化できそうですね。もう最初からいいスキルめちゃくちゃ持ってくれてるので、なんか逆に迷うなっていう感じはしますよね。なんかイサクとハーランドとかと比べるとまた難しいんですけれども、この選手はこの選手で多分めちゃくちゃ強いですし、まあ、スキル追加とか色々できることを考えたらね、まあ、ワンチャン一番強くなってくるスーパーサブと言っても過言ではないのかなと思います。まあ、今週圧倒的に一番狙っておきたい存在となっておりますね。はい、それでは今回ここでですね、週間 FP の当たり選手ランキングの動画の方を終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、一言で言い表すのであれば渋いですよね。本当にヌニエス以外ちょっとなーっていう感じはするんですが、やっぱヌニエスが圧倒的なので、通常銀玉でもマジでぶっ壊れた使用感してるんで、FP で使えたらもっともっと強くなるんじゃないかなと思いますね。まあ、無課金の人に関しては、まあ、投票 FP とかがまあ来週ぐらいに来るんじゃないかなと思うので、それに置いとけばいいかなと思いますが、まあ、途中出場で流れを変えれる圧倒的なスーパーサブが欲しい方であったり、コインに余裕のある方っていうのは引いてもいいガチャなのかなと。まあ、完全にヌニエス1点狙いのガチャかなっていう感じはしますね。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。